その立て札には何て書いてある？あまねく天下に義士を募る。黄金族と戦う義勇軍の兵士を募集しているんですよ。俺は張飛翼徳と申す。今はまあ酒を売ったり豚を売ったりでフラフラしてるがな、近々何かでっかいことをやってやりたいとそう思ってる。私は劉備玄徳と申す。この老曹村で母と二人むしろ売って暮らしています。私は関羽長生、今は改め関羽雲長と申す。故郷でちょっとしたお尋ね者になりましてな、旅の途中で出会ったこの張飛とは義兄弟の契りを結んだ同士。私に何ができるのか正直まだわからない。力を合わせるというのはどうでしょう？合わせる？何？私めもいくらかは兵を集めることができます。この張飛も我々の兵力、劉備殿の血筋という力、手前味噌ながら私の判断力、そして張飛の戦の力、合わせて義勇軍を結成するというのは。しかし私はまだ何一つやったことがないのです。私が主だなんておこがましい。あなた方の方がむしろこの兵たちの指揮を取るにふさわしいでしょう。いえ、ふさわしいのはあなたです。しかし俺もそう思う。張飛殿。だがいきなり荷が重いのもわかる。そしたらやっぱり義兄弟の杯を交わすのが一番しっくりくるんじゃねえかい？なるほど。我ら兄弟始終関係はないと、そういうわけだな。そういうわけだ。だが劉備殿、我々が劉備殿を主と決めたことに変わりはない。どうだろう、劉備殿を一番兄とする。そしていつの日か功を成した時には劉備殿を我々の主君と仰ぐ。それなら俺も納得がいく。うん、よし。それならば一番兄としてちぎりを交わそう。我ら劉備、関、張飛、ここに義兄弟の誓いを交わす。姓は違えども誓いを結んだ以上、心を共にし力を合わせ、苦しむ者を救い、脅かされる者を助け、上は国家に報い、下は民を安らかにしたい。同年同月同日に生まれずとも、死ぬ時は同じ年同じ月同じ日を願わん。天地の神々よ、何とぞ我らを見守りたまえ。我らが誓いに背き恩を忘れることがあれば、その時は必ず天罰を受けるであろう。さあ今こそ誓いの酒を酌み交わそう、兄弟。おう。君も志願兵か？はい。ずいぶん細い女のような腕だ。なれるでしょうか、国のため人のため。 あなた様のために。もちろんだ。劉備殿、時間はございませんぞ。兵たちにご支給。全軍突撃だ。狙うは総大将の首のみ。その他はできるだけ殺さず捕虜として捕らえること。投降する者は傷つけるな。よいな。お言葉ですが、そのような戦い方では圧倒的に勝つ。全員突撃だ。劉備様のお声で五千の兵は雄たけびを上げ、青州城に向かって馬を走らせました。劉備様は張飛様を囲む黄金族の群れへと突風のように駆けていきました。血しぶきが劉備様の剣から雨のように降り注ぎました。鮮やかな踊りを見ているかのようでした。降り注ぐ血の雨は劉備様の心から流れる涙の雨でもありました。私の愚策のせいで仲間はこんなにも傷ついてしまったのだ。お前は怒っているのではないかと思っていた。それが戦でしょう。怒りなどありませぬ。しかし私が手を差し伸べたとき、お前は、あなたが立派に物事を成し遂げるために不必要なものは
その感情とやらですぞ。あれ長飛、なんたることだ、兄に拳を振るとは。俺は知ってんだよ、勘兄や兵士全員の名前を覚えてる。何万の兵だぞ。頭がいいってだけじゃねえ、人が好きなんだよ。温かいものが流れてるはずなんだよ。なのにどうして氷の心のふりをし続けるんだ。カウ、私たちは兄弟だ。カウ、兄、実の兄がいたのだ。私が殺した。兄、カング、それでは今こそ再びこの手を取れ。劉備殿、その痛み、その恐怖、すべて受け止めよう。よいのだ、お前がお前の感じる心を許せぬのならば、私たち兄弟がそれを許すまでだ。私たちは三人で一つなのだから。三人で一つ。そうだ。黄金族を倒すだけが私の目的ではない。政治を正し、この国を正し、この国で生きるすべての人間が苦しまぬよう私は作る。これより作戦開始。獣の血をまき、奴らを混乱させるのだ。かかれ。見ろ、奴らは怯えているぞ。この隙に一気に攻め込むのだ。狙うは長方の首、全員突撃だ。黄金の乱を終わらせて、もっともっと世のため人のために活躍する劉備様の姿をおそばで見つめていたい。その一心で私もまた谷底へと駆け下りました。いたぞ、長方はあそこだ。小さな声が漏れて胸に痛みが刺しました。同時に割れんばかりの歓声が谷に響き渡りました。劉備玄徳、ここに長方の首討ち取ったれ。勝った。見ると私の胸には黄色い布のはためく矢が。黄金族よ、お前たちの主はもういない。降参すれば命を救おう。そうでなければ皆殺しだ。命が惜しい者は三つ数えるうちに武器を捨てよ。一つ、二つ、三つ。この世の苦しみがガラガラと崩れるような音がしました。何万もの黄金族たちが一斉に武器を捨て劉備軍に降参したのです。なでしこ、なでしこ、どうした、怪我をしたのか。劉備様、胸に矢が。なんてことだ。誰か手当てを早く。いりませぬ、これが戦の定めでございます。馬鹿を言うな、生きるのだ。共に村に帰ろうと誓ったではないか。劉備様、申し上げねばならぬことがあります。手当てが終わればゆっくり聞こう。動くな。私は嘘をついておりました。何？私は女です。幼い頃泣いているところをあなたに抱き起こしてもらったローソン村の村娘です。
私は誓う。人間一人一人が命を脅かされず生きていける世の中を必ず作るぞ。見ていてくれ、なでしこ。